皆さん、こんにちは。今日は2022年3月22日火曜日です。動画の最後で中国の軍事力、ロシアの軍事力、訓練をしている写真をですね、皆さんと話し、見せながら話をしていきたいと思いますが、えー、現在ですね、ロシア、ウクライナの侵攻ですが、今の時代でも戦争はあり得るんですねと、 世界の先進国、これからどんな反省したでしょうかという話をしたいと思いますが、ロシアは、えー、ウクライナに侵攻しました。去年の11月、米国は知っていました。中国に辞めてもらおうと、止めてもらおうと、中国にお願いをしました。今年に入って、米国はロシアは本気ですよと発言するようになりました。そして、ウクライナにいている米国の国民、呼び戻しなどの行動もありました。 その後、現実となりました。ロシアは本当に今の時代であっても戦争を起こしました。今の時代にはもう戦争はありえないでしょうとみんな思うのでしょうが、でもそうではないんです。プーチンは大統領となって20年くれたら巨大なロシアを見せるというふうに言っていました。プーチンの考え、ソ連が崩壊後、NATO はそうロシアをですね、下に見ています。 それで拡張するようになったんです。ロシアの国境線まで拡張してきました。そういうふうに言っていました。また、プーチンはメルケル首相ととても仲が良くて、たくさんの商売をするようになりました。ロシアは、まずクリミア半島に手を出しました。それから、ドンバス地域、それから今、ウクライナの全土を占領したいです。 プーチンは国内でやってることですが、と中国政府がやってること、実に似ています。まず、国内では愛国教育と歴史の、まあ、そういう教育ですが、ソ連が崩壊後、世界の先進国の考えですが、ロシアは大きいです。でも、強くはないんです。でも、核兵器を持ってはいます。お酒大好きなエリツィン大統領は西洋を蛇行しました。 民主的な政治体制を作りました。西洋も積極的にロシアを奪還しました。WTO に加盟してもらいました。EU 連盟にも入れようとしました。そして G7 組織、ロシア入れて G8 となりました。これは中国も同じなんですよ。中国のことを奪還しましたね。しかし、プーチンは大統領になりました。プーチンはヒトラーより順調でした。ヒトラーは 国民の支持で選挙を得て権力を入れました。プーチンは同じなんです。民主的な体制で独裁者になりました。これは中国と違いますので、中国は独裁的な政権です。独裁的な政権にいている独裁者です。でも、ロシアとドイツは違いますので、民主的な体制の中に独裁者がいている状態です。 世界のメディアはあまり報道しないですが、プーチンは実に国民から支持を得ています。まだクリミア戦争、今のウクライナの戦争であっても、ロシアの国民は実に支持していました。これは世界のメディアはあまり報道しないことですが、しかしこれは事実なんです。プーチンは強いロシアを作りたいです。ソ連の復帰だと理解してもいいと思います。でも、 これはプーチン一人だけの考えではないんですよ。ロシア全国国民の考え、またその希望でもあります。現実的に例を言いますが、世界ではパーティーを開催します。いろんなサミットとか、G7 とかもありますが、例えばいろいろありますけれども、ユン国会談もあったりとかもありましたが、ロシアには関係ないんですね。 ロシアはこのパーティーに参加するかしないか主人公になることはあんまりないんです。これはロシアにとっては侮辱なんです。侮辱だと感じてしまうんです。自分のことを下に見られてる、見ているっていう意味なんですが、そうするとこのパーティー集まり会に対して不満を持つようになります。そうするとこのパーティーを潰したいんです。 これは日本の方に理解しにくいかもしれませんが、理解してほしいのは一つ、ソ連の侮辱の教育です。ロシアはソ連の後継者です。二、ロシアのファミリーの復帰です。そして、西洋が弱いです。つまり中国も同じなんですよ。習近平は毎日言いますが、中華民族の偉大なる復興、毎日言っています。 そして、中国では反日教育。今はもう完全に反米国教育となりましたが、金大使で先進国にいじめられてきました。毎日教育しますので。歴史を、幼な歴史を作りますので。そして2、中国偉大なる民族の復帰です。復興とも言いますが。三。 と言いますが東はこれから上昇する。西はこれから沈むという意味です。西というのは先進国です。東は中国側という意味なんですよ。我々はこれから上昇する。先進国はこれから沈むという意味です。プーチンは習近平より8ヶ月年上なんです。なので習近平はプーチンのことを会ってからお兄さんだと呼んでいます。二人は同じ時代に生まれた あるいは洗脳された人間なんです。共産主義の教育、洗脳を受けています。ソ連共産党と中国共産党です。二人は成長、そして自分の歴史での認識、考え方、すべて共産党というものが影響されているというふうに言ってもいいと思います。つまり、二人には共通点があります。しかし、時代の変化が早いんです。 今は電化製品はとにかく進歩が早いんです。通信の仕方も進歩してきました。例えば、ポケベルの時代から携帯電話です。ガラゲでした。そして今はスマホの時代となりました。ネットの時代となりました。二人は共同の趣味があります。権力です。プーチンは民主的な制度を利用して権力を手に入れました。独裁者になりました。なぜなら、 ロシアには選挙があります。習近平は選挙はありませんので、独裁的な制度での独裁者です。中国共産党の教育、あるいは共産党が作った歴史ですが、侮辱のある歴史なんです。ずーっと外国にいじめられてきましたと。外国はみんな敵ですよと。そして愛国教育。そして国を統一することです。毎日教育します。 そして、習近平思想の本もね、前の動画でも話をしましたが、学校で絶対教えないといけません。勉強しないといけません。テストにも出ますから。台湾を統一しないといけませんと。大国の、まあ、大国の復興とか、人類の発展を指導するとか、そういう力を持とうというふうに言っていますが。多くの方は、ウクライナを見て台湾を思い出します。台湾は次でしょうかと言われてしまいますが。 ヒトラーは第二次世界大戦の前、オーストリアを侵略しました。そしてチョコスロバキアを侵略しました。最後、ポーランドに向かっていきました。これで第二次世界大戦となりました。ウクライナの前にジョージアに侵攻しました。それからクリミアを侵攻しまし、占領しましたか。それからドンバス地域を占領しましたか。 また、ロシアはシリアの内戦にも参戦しました。プーチンは自分のライバルに、あの、イギリスで前の動画で話をしましたが、まあ、毒をですね、使用しました。先進国と比べると、ロシアは実に忙しいです。ずっと動いている状態なんです。先進国はヒトラーの時代と同じ対応してきました。みんなバラバラです。商売、利益優先です。戦争を避けたいんです。戦争だけは無理です。 だけは無理です。そして責任も取らないです。プーチンはウクライナに侵攻する前、正々堂々といろんなことをしました。ウクライナのクリミアを占領しても実に大丈夫でした。国際条約に違反しました。戦争犯罪だと指定されても、プーチンは責任の追求されることはなかったんです。もし当時、 ロシアはクリミアに侵攻するときですが、西洋諸国はみんな許さない気持ちで、みんなでロシアを止めたりとか、今のように、そういう、そういう制裁ですね、やったりとかしますと、今の戦争はなかったでしょうと思いますが。プーチの責任を最後まで追求することなんです。これがなかったんです。しかし、習近平も同じ待遇なんです。正々堂々と嘘をついたり、 WTO のルールも違反してもみんなに怒られることはないんです。一番大事なのは南シナ海で人工島を作ったり、軍事施設も作ったり、空港もそこで作ったり。習近平は何をやっても問題はなかったんです。口先だけでやめてと言われても実に具体的な何があるかと言われても実にないんですね。まだ香港でイギリスと 中国の約束を破りました。香港の今の現状を50年維持する、あるいは50年以上でも変わらないという約束はありましたが、習近平は正々堂々とその約束を破棄すると宣言しました。香港に中国の国家安全法を実施しました。香港の政治体制を変えました。今までの約束はすべて破棄しました。そして現実では大丈夫なんです。 習近平は香港で何をやってもいいんです。また台湾海峡で台湾に対して脅迫をする。中国の官僚は台湾を管理したことがないんですが、でも台湾を統一すると言います。脅迫あるいは脅しであってもダメなんです。でも習近平は脅迫しました。責任を取られることはないんです。世界で経済制裁を受けている国ですが、例えば 北朝鮮もそうです。イランもそうです。ベネズエラ、キューバなどなどありますが、みんな、ロシアと同じように、経済制裁を受けていますよ。でも、中国は、正々堂々と、裏で支持しています。中国は、北朝鮮、イランに、正々堂々と、商売もします。買収もします。西洋にされて、中国の古文になりますので。これでも大丈夫なんですよ。習近平は、何をやっても大丈夫です。責任は、 え、問われることはないんです。今年の秋、台湾を統一するという声はあります。でも、するかしないか、中国の行動も大事なんですが、先進国の行動もっと大事なんです。みんな無視してしまうと、台湾は本当にウクライナの次です。プーチン、習近平、またヒトラー、ーこの三人ですが、実に同じことをやっています。西洋はずっと、 西洋というのは先進国のことですが、ずっとですね、譲っているんですよ。後ろに下がっているんですよ。最後、無理無理となって、戦おうかとなったんです。ソ連の崩壊はいろんな理由があります。でも、西洋側の価値観が一致したから、ソ連が崩壊した、ではないと思います。ソ連は自分自身、いっぱい悪いことばっかりするので、最後、無理になりました。無理になって崩壊しました。 中国も同じなんです。普通にしていれば、経済は順調に30年間、40年間も成長してきました。国民の生活も改善しました。中国の政府は実にですね、何をしなくても中国の経済は成長します。なぜなら、中国には外国の企業がいっぱいあるからです。でも中国政府は、あるいは独裁者ですが、あるいは中近平ですが、絶対に悪いことをするからです。独裁者は、 時間が長くなってくると冒険したいという気持ちがありますので、なぜなら冒険して利益はありますから。ヒトラーはギャンブルのようにオーストリア、チョロスロベクパキアに手を出しました。最後、ポーランドを占領しようと。もし西洋みんな止めたり、みんな戦うとなってくると、ヒトラーは第二次世界大戦を起こすまではいかなかったと思います。習近平は香港で やりたいことをやりました。西洋はみんな見ているだけなんです。習近平からにすれば自分は勝利しました。プーチンも同じなんです。クリミアを占領しました。結果というのはプーチンが勝利しました。まだ独裁者は冒険したいです。そして意外に勝利しました。ここが危険なんです。独裁者は勘違いしてしまうんです。自分が天才なんですね。もう天才です。何でもできるんですね。 ヒトラーは突撃の戦略を使っていました。急いで戦って、急いで片付けると。西ヨーロッパに向かって同時に数カ国と戦いました。そこでみんなどうしようとなって考えている間に終わったんです、戦争が。でも彼は自分のことをですね、本当に軍事の大体制だと思ってしまいました。軍事の知識もないのに、でも戦場を指揮しました。ウクライナで かなりの時間がかかりましたが、最後、帝国は崩壊しましたが、つまり最後、自分が本当に英雄、大人だと思ってしまって、好きな行動をしてしまうんです。結果というのは、自業自得です。プーチンも同じなんです。クリミアでは勝利しました。ドンバス地域でも勝利しました。次は、ウクライナ全国にししましょうと、戦闘にしましょうと決めたんです。まだこの20年間、ロシア軍の 改革しました。現代的な軍隊を世界に見せるっていう気持ちもあると思いますが、しかし、今の状態になりました。あの、残壕を掘るようになったんですね。残、まあ、壕かどうかわかりませんが、自分のお墓かもしれませんが。当然ですが、ウクライナの抵抗はすごいと思います。また、ナト o 側の支援も本当に効果はあります。習近平も同じなんです。小学生ですが、 学歴は博士なんですよ。マルクス、レーニン、モタクゾ思想を研究してきた博士なんです。自分の夢を実現したいんです。その夢というのは、改革開放をやめて、中華民族、偉大なる復興に切り替えたんです。これはプーチンも同じなんです。結果は孤立される。経済は落ち込む。 今年中国の経済は絶対ダメですね。今は全国のロックダウンの状態ですので、ロックダウンが終わったら、あの、わかると思いますが。結論ですが、西洋先進国はまだわかっていないでしょうと思いますが、独裁者と付き合う、商売をする、独裁者はその時から武器の用意をしていました。いつかは狙われるという意味なんですよ。でも先進国のみんなは、 本当に優しい心で抱っこしたと思います。せ、あの生活を改善してもらって、それから国民たちはみんな自由、民主を求めるようになって、少しずつ普通の国になっていくと、みんな期待したというふうに思いますが、でもそれはできないんです。この世界、怖いというのは核兵器です。そういうふうに言われていますが、実はそうではないんです。怖いのは独裁者です。独裁者のリスクだと言いますが、 独裁的な政権っていうのは最終的に拡張することなんですよ。独裁者は自分の業績を拡大にしないといけないんです。自分のイメージを維持する、自分の地位を維持するにはずっと拡張し続ける、いかないといけないんですよ。そういう素質もっていますので。でも、独裁者、あるいは独裁的な政権は実に怖くはないんです。一つ、独裁者の決心はすごいんですよ。 これは軽く見てはいけません。2. 実力はないんです。高い評価をしてはいけません。でも大体ですが、先進国はみんな逆に判断してしまいます。一つ、プーチン、習近平。そのことはしないでしょう。中国はいつかは良くなるでしょう。そういうふうに見てはいけないと思います。でもみんなそれを期待しています。2. ロシアは軍事大国です。武器もすごいですね。中国の あの、ロケットも発射しました。宇宙も行きました。すごいね、と。でも、中国軍、ロシア軍というのは、表見てすごいです。中身は実にないんですよ。こちらですが、プーチン大統領、あロシア側の、えー、そういう、いやあの軍事パレードですが、官璧式です。ああ、これ見てですね。 中国の同じなんです。お兄ちゃんたちはかっこいいです。身長も同じですし、みんなかっこよくて、そして顔がですね、もうちょっと斜め上に向きますので、そして歩くときは、その革靴ですが、後ろに鉄入れてますので、カタンカタンカタン、あの、音出ますのでね、歩くときはみんな同じ音を出すように、パチャパチャパチャ、 踏みつけますので、地面をね、叩きますので、それは本当にかっこいいんですよ。まさに、あの、素晴らしい軍隊です。このような軍隊は本当に素晴らしいですと。そして、中国の完璧式でしたら、みんなですね、とにかく大きな口を開けるんですよね。なぜなら、大きな口を出せ、開けると、あの、怖いでしょう。普通に考えると。普通の人間は、普通の顔でしたら、 ね、何もないんですが、大きな口開けられると怖いじゃないですかそれ。そういうイメージなんですね。これは男、うわ、すごいって思うんですね。そういう功名を受けているんですね。なので、口を開けようと、大きな声を出そうと。大きな声を出すには、口を開けなさいっていう練習をみんな受けていますので。自分が弱いから大きな声を出すんですよ。例えば、まあ、中国の言葉だなんですが、 あの、弱い犬こそ吠えるんですよ。強い犬というのは吠えませんので、一瞬で噛んであの、噛んできますので、吠える時間はないんです。余裕もないんです。考えもないんです。とにかく噛みます。でも小さい犬は怖いと思って先に吠えるんですね。そういうイメージなんです。中身はボロボロですよ。そして、中部ではですね、政府であっても、軍隊であっても、 大事な場所に中国人民解放軍が少なくても二人、基本ですが二人体制ですが立っています。これが原則なんです。これがあの中国ですね。二人の軍人立っていますが、一人は必ず銃を持っています。一人は手ぶらなんです。なぜなら銃を持っている人間は弾持っていません。この方は弾持っています。銃は持っていません。 これが原則なんですよ。1996年からの政策ではあります。なぜなら、昔の北京では、まあ、1996年でしたが、あの、主演ですね、住の中に玉が入ってるんですよ。そして、あの、まあ、普通の人間なんです国営企業に勤める人間ですが、逮捕されて不公平だと思って、社会的にそういう不満を持つようになって、まあ、そういう軍人をですね、狙いました。 まあ、襲いかかって、銃を奪いました。銃を奪われたら中に弾もありますので、普通に撃ったりとかしました。その人はですね、約1年間ぐらいずっとあちこちで悪いことをしました。しかも、ピッキンで。まあ、当時ですが、あの、防犯カメラとかそこまではの技術はありませんでしたので、この方は1年間ぐらいずっと銃でしたね。最終の最後ですね、あの、中国政府は高い、あの、賞金出しました。 それで、この方は居場所を提供してくれたら、大きな賞金を渡すよと、最後ですね、その方は、ま、犯人ですが、あの、自分の仲間に裏切られて、逮捕となりました。なので、もしですね、仲間が裏切らないと、永遠にですね、多分今でも自由でしょうと、言われています。そういうレベルなんですよ。まあ、そういう人間なんですが、中国の体制なんですが、中国の人民解放軍も同じなんです。自由と武器というのは、軍隊に置いてあります。 軍隊の倉庫にありますので。でも、玉というのは弾薬の倉庫にありますので。大体ですね、山の中にあります。山の中というのは山を空にするんですよそのか。その中にありますので。本当に山の中にありますので。山の奥ではなくて中にありますので。なので、 自民解放軍は銃を使用する前に、撃つ、する前に弾を申請します。それからですね、弾を取りに行きます。非常に時間かかりますので、使用するのにかなりの手続きかかりますので、なので、なかなか弾はっていうのは、なかなか使用できないんです。非常に貴重な弾なんですよ。高いんですよ。らしいんですが。 そして、このように練習をします。中国の人民解放軍は、あの、銃を持って練習をしますけれども、基本はですね、狙うのを練習します。撃ちませんので、弾がないんですよ。私の記憶では、1年間ですが、6発というふうに決められています。撃つ練習はしますが、6発だけなんです。なので、基本はレンガで練習します。しかしですね、2つのレンガというのは、これが初期段階です。 5本とか少しずつ、1本ずつ増やしていきますので、5本でしたら、まあまあすごいですね。なので、中国の特殊部隊でしたら、これです。あの、重量上げにしますので、レンガをやめて、レンガはやはりあまりですね、あの、安いですし、あの、あまりね、あの、貧乏くさいイメージありますので、中国のそういう、まあ、スワット部隊と言っていいですが、あの、レンガをやめて、このような、 お盛り上げのものをつけるようになりますので、そこでは練習しますと。まあ、基本ですが、形だけなんです。そして、このような練習もします。頭の上にレンガをつけますので、そして、みんなピチャッとですね、きちんと立ってもらいます。そして、ここにですね、まだミリ単位で管理されます。装備です。みんな装備はミリで管理されています。そして、こちらはヘルメットの上に、 まだレンガを乗せている状態です。レンガを乗せて、あの、これがですね、頭は動くと、ハリメットはちょっと丸くなっていますので、滑りやすいですし、レンガはすぐ落ちてきますので、それをないように頭を動かしてはいけませんよという意味なんです。これがですね、4時間、5時間経ったままなんですよ。これが、えー、すごいでしょうと思いますが。そしてよく見るとですね、手のところにこのようなカード、えー、トランプカードですが、 あの、つけてあります。もし手が動くと、ちょっと隙間がありましたら、もう落ちてきますので、カードが1枚だけですので、これはもうダメですね。罰則を受けますので、罰則でしたら、腕立てとか100回とかしますので、そちら全員 バスを受けますのでこれは、また大変でです。では、このような、まあ、訓練、ヘルメットもしていってですね、訓練を受けて何をするのかとなってくるとですね、中国の戦車部隊なんですよ。中国の戦車部隊はこのような練習をしてありますので、しかし、外から見てすごいように見えますが、中身を見てみないとわかりません。中身をもししていれば、そうでもないですね。そういうふうに思うと思います。 まだ、プーチン大統領もそうですし、習近平もそうですし、大体ですね、自分変に自信ついてくるんですね。周りは見えなくなってしまうので、それもありますし、そして周りに騙されやすいんです。自分の軍の力、拡大に表現されますので、信じてしまうんです。毎日毎日受けますので。まあ、中国の言葉だなんですが、嘘であっても、100回嘘を言いましたら、真実になってしまうんですよ。 まあ、持ちそういうことわざがありますので、最後ですね、自分も信じるようになってしまうので、例えば、東はこれから上昇する、西はこれから下落するという意味ではありますが、習近平は本当に信じているんですよ。変な自信ありますね。そして、あのプーチン大統領もそうですが、周りの嘘を騙されたというふうにも言いますが、ただし、中国は少しは違います。ロシアの体制は、まあ 騙されると思います。習近平は少し違うと思います。中国では人脈の社会ですので、あの、一人に騙されたり、二人に騙されたりはありますが、みんなに騙されることはないと思いますが、でも習近平はまだロシアのプーチン大統領とは立場が違うというふうに思います。これはまだ機会がありましたら、詳しく話をしたいと思いますが。 この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。